もう3番目のことをやる余裕なんてない。1番のことだけしかやりたくないんで、もうそれしか頭にないんですよ。3番目4番目のものをやる、まあ僕のパーソナリティかもしれない。好きなものを見つけたからそれしかないんですよ。当たり前だけど、自分自身にやっぱり常に、分かりやすく言うと自分自身に常に正直っていうか、もう自分のいろいろ考えずに、もう残ったところしかやっぱり信じてないし、本能というか、古いバイクに乗るいい時ってやっぱサーフィン好きな人ってこう波を待ってる時の夕日とか自然がいいというじゃないですか。もうサーフィンって本当ネイチャーだから。でスノーボードも山に登って降りる時って本当ちょっと神秘的になるんです。もう雪面、特に誰もいない雪面とか。古いバイクってこのストリートでもそれが感じられるんです。Thank you.
戦前のバイクにプリボーバイクに乗るときはどっちかというとスノーボードとかサーフィンと同じ感覚なんです。それなんでかっていうと、まあ、特にうちのイギリスのバイクは排気量が小さいんで、フレームが細くて軽いんでカーブとかちょっとフレームがしなるんですよ。こうギュッと自分で細かいとこ調整しながらこう乗ったり、あとギアチェンジも手だったりで、ブレーキもあんまり効かないし弱いし、で加速もむちゃくちゃ速いわけじゃないんで、自然も風も感じるけど、道路の上でこう波乗りとか、あの山を滑ってる感じ、もうそれしか頭にないんですよ。3番目4番目のものをやる余裕もないし、気持ち的に。今これを作りたいからこれをとにかく作ってる、でこれを乗りたいからとにかくこれを乗ってるっていう、本当にそれしかないんですよね。本能というか、Thank you.